ライフナビゲーターの桑田和子です。今日もこちらの本を読んで感想を、少しだけお話ししていこうと思います。こちらは西山啓太さんの書かれた DX の思考法ということで、日本経済復活への最強戦略というので、ずっと読んできました。で、今日は第8章です。第8章は政府はサンドイッチのようになるという、このウェディングケーキのようにレイヤー構造で考えるっていうお話がもうずっと最初の方から言われているんですが、サンドイッチのようにっていうのはちょっとこのスポンジケーキが重なっているのとはちょっと違って、パンとパンの間にハムとかチーズとか挟む、ああいう感じですよね。で、政府とか行政の間にですね、もう今すでにある、例えばGAFAみたいなその大きなプラットフォームとかを挟んだりとか、他にはいろんなアプリだったりとかね、そういうものを挟み込んで、具材はいろいろ選べて、使う人たちとか、企業とか、団体が自分たちにとって使い勝手の良い使いやすいものをこう具材を選んで挟んでいくっていうような、そういうイメージなのかなというふうにこれをちょっと読んで思いました。で、それはそれでそういうことかと思ったんですけど、私がこの8章の中でこれはすごいなと思ったのがインドの話が出てくるんですね。インドって本当に IT とかプログラマーのすごい天才的な人とかいるじゃないですか。アメリカに行かれたりとかしてね、いるんですけど、で、じゃあインド本国はどうかっていうので、インディアスタックっていうのがあるんだそうです。スタックっていうのはそのレイヤーと同じような感じなんですけれども、2018年に、この西山さんはインディアスタックと出会ったということなんですが、まず一番基本になっている、なんか基礎になっているレイヤーが、日本でいうマイナンバーみたいなものですね。個人識別紙、アダールっていう個人識別紙で12桁の数字で、認証するときは生体認証、指紋とか虹彩ですね、それから顔認証とかも付加されたような感じというふうに書かれています。これをインド在住の人に対して申請ベースで発行されて、もうすでに12億人がこのアダールを持っているということなんですが、で、このワクチン接種ですね、コロナ禍のワクチン接種なんかにも接種を受けたかどうかっていうのを調べたり管理したりするときにもこのアダールが使われているということなんですね。で、オンラインで現金を支給するとか、そういったものが、いろいろこう使われているそうなんですが、インドの人って本当にすごく格差が激しいじゃないですか。ものすごいお金持ちから、本当にお金のない人たちまで、で、人口もすごく多いし、銀行口座持っていない人が多かったらしいんですけれども、このアダールによっていろいろ認証ができるようになって、口座を持つことができる人も増えたということなんですね。で、結局その日本でマイナンバーがなかなか、マイナンバーはみんな持ってるんですけど、マイナンバーカードが普及しなかった、いろいろ、今は増えてきてますけど、すごくいろいろ反対の意見があったり反対勢力がいたりとかするのは、結局全部いろいろ紐づいてしまって、隠し財産が分かってしまうとか、隠し口座がバレてしまうとかね、そういう、ロンダリングするマネーロンをするような人たちにとって不都合があったりとかっていうことも一つの要因だったんじゃないかなと思うんですが、こういうものを使うことによって、いろいろなものがきちんと管理されることによって、そういう抜け道がなくなっていくっていうようなことがあります。で、このインドのね、アダールっていうか、そのインディアスタックはすごいなと思ったんですが、じゃあジャパンスタックはどうするんだということで、このアフターデジタルの社会でジャパンスタックをどういうふうに考えていくのかっていうのでね、いろいろ書かれていました。で、経済圏はグローバルな経済圏、世界をね、股にかけるグローバルな経済圏と、もう一つローカル経済圏っていうのがあると。で、日本国内でも都市部のそういう経済圏とやっぱり地方というのは全然違うので、分けて考える必要があるということは、
こちらの、富山さんなんかもよく言われてますね。解説書かれている富山さんなんかもよく言われているんですが、このローカル経済圏をどういうふうに、デジタルトランスフォーメーションしていくのかっていうことが、まあ、ちょっとここに話が出ています。そうですね、それもすごく面白いなと思いました。やっぱり地方ってどんどん、なんでしょうね、インフラを整備していったりするのにもお金がかかるし、人口がどんどん減っていく中で、じゃあどういうふうにして、より心地よい生活を保っていくのかって考えないと、まあ、今まで通りにはいかなくなっていくな、わけですよね。で、まあ、そういうところにこのデジタルとか IT とかそういった力をうまく使ってやっていければいいと思うんですが、まあ、そういうヒントが結構書かれていますね。で、あとはですね、そのガバナンスですよね。結構データが財産になって、データを共有することによっていろんなことができるってなった時に、じゃあプライバシーはどうなるのかとか、外国の企業がね、どんどんそのデータを収集していって勝手に使ってるっていうのは、もうちょっと良くないというか、やめてほしいですよね。やめて、本当にやめていただきたいんですけれども、でも法律がなかったりとかすると、まあ、やりたい放題だったりするわけですよね。まあ、そこで、まあ、日本でもデジタル庁ができて、まあ、いろいろな法律をまあ作っていくんですが、そのガバナンスをどういうふうにするのかというので、デジタルアーキテクチャデザインセンターというのがあるそうなんですが、これ2020年に設置されたそうなんですね。で、この間お亡くなりになった経団連の、中谷元会長が、まあ、ちょうどそのために講演をされていて、それ YouTube にアップされているので私も見てたんですが、まあ、すごくいいことをおっしゃっていますね。本当になんか惜しい方をなくしたなというふうに思います。で、この、デジタルアーキテクチャデザインセンターはですね、そのガバナンスのこととかもいろいろやっていて、そのデジタルのアーキテクチャ、前回でお話ししていましたアーキテクチャのことをどういうふうにこう考えて、まあ、こういうふうに作っていこうみたいなのも、まあ、そちらでお話しされてるんだと思うんですが、ガバナンスイノベーション 2.0 っていう報告書がもうすぐ出るそうです。で、まあ、そこに、まあ、なんでしょうね、 AI がこう株から社会を支えていくようなイメージとか、まあ、具体的ないろいろなことが書かれているというそうなので、ちょっとそれがもうすぐ出るみたいなので、楽しみにしております。いやね、本当ね、今まで私このいろんな本の解説とか感想を言ってきているんですが、この本はね、解説は難しいです。結構説明、専門的なお話とか、まあ、分かりやすくは書かれてるんですが、結構専門的な話があったりするので、私などが解説するのはちょっと間違っていたらいけないので、本当にこうぜひ皆さん読んでください。で、感想としてはやっぱりこれでお話しするために、まあ、何度か読むわけなんですが、まあ、なんか読めば読むほどなんかすごいいいこと書いてるなと思うんですよね。で、これをまあ、皆さんもですし、もちろん周りのなんか会社員の方だったり、企業経営されている方とかにぜひこれ読んでくださいよって勧めていただきたいんですね。というのは、本当に日本の社会が変わっていかないと、変わっていくというか、まあ、変容していかないと、どん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 取り残されていって、10年後20年後日本っていうのは、いやー、かつて50年前は結構頑張っていたよねっていう国になってしまうっていうことがある程度想定できてしまうんで、ちょっとそっちの方に行かないようにするためには、こうデジタルを使っていろんなことを変えていく、新しく、3歩先の未来に向けて変えて、今を変えていかないといけないと思うんですが、なかなかそれが伝わっていない人が多いんじゃないかなというふうに思って、この本を皆さんにお勧めしております。はい、次回は第9章ということで、まあ、最終章になります。で、まあ、第9章まであって、その後富山さんの解説っていうことになります、ね、なのであと2回この本でやっていきますので、ぜひぜひ皆さんお買い求めください、1500円プラス税です。文芸春秋社から出ております。はい、ではということで。